私が薬剤師になろうと思ったきっかけは、いとこの影響もあったけど、中学生の時入院することがあって、その時に薬の力というものをすごく感じて、もっと薬のことを知りたいって思ったからなんです。大学では薬学科のほぼ全員が国家試験に合格するという共通の目標があり、刺激にもなるし団結力もあって、社会人になっても一生付き合っていけるなって思えるんです。まあ、一言言ったら非の打ちどころがないと言いますか、聡明で、そしてしかも人の面倒見がいいで、いろんなところ気がつくし、まあ、医療人として一番理想的なタイプじゃないかと思います。私の研究はつくしという炎症抑制作用を持った分子の発現制御メカニズムの解明を行っています。この研究によって将来は炎症部位の過剰な炎症を是正する治療薬ができたらと期待しています。5年生で実務実習を終えて、さて将来の自分ができること、やりたいことを考えた時、単に薬の説明だけではなく、予防から治療までに携わって美と健康に関する全ての相談に応えることができる薬剤師になろうと決意しました。全国展開しているドラッグストアに就職も決まって、実際にお客様とお話しすることで対話力や共感力をさらに向上させていこうと前を見据えています。